はい、どうも、芸能人は歯が命、でも一般人も歯が命。こんにちは、院長です。今日はホワイトニングについて話していくね。でね、ちょっと関係ない話なんだけど、最近ね、LINE ニュースとか Yahoo ニュースとかテレビウォッチングしてるとさ、もうね、イヤホーでもね、院長気になるニュースがあったの。小室圭さん、ロン毛問題。いろいろ書かれてたよ。なんか、ちょっと結婚が決まって調子乗ってんじゃないかとかさ、あのロン毛は何だと、男たるもの刈り上げでもう短くだとか、髪を結ぶとはどういうことだとか書かれてたの。別にいいじゃんね、髪の毛が長かった、結んだ、以上、これだけよねえ、ケイちゃん。てかさ、院長、あとね、ニュース見てて思ったの、ちょっと似てない、なんかこの髪結ぶと、うわぁ、ちょっと似てんだよね、これがまたね。院長ね、自分のことね、ラクダ系男子って呼んでんだけど、ちょっとラクダ系なのよね、小室圭さんもね。でね、ここからエアポッツ出しちゃって、白いエアポッツでしょあれ、こいつだね、手のポケット入れてさ、記者からの質問とかもね、もうガン無視してる、まあ、それも問題になってんだけど、じゃあどうすればよかったのかな。あの時はさ、エアポッツを外して「ソーリー」、今度報告につきましては記者会見の方で妻と2人で発表させていただきますので、今日はご勘弁ください、では体調にお気をつけて、っていけばよかったのかな。難しいよね。ねえ、だから同じロン毛として小室圭さんのことも応援してますので、一緒に頑張っていきましょう。はい、ごめんなさい、ちょっと話それましたけど、今日は世界で一番わかりやすい歯のお話、みんなも気になるホワイトニング編やっていきます。じゃあホワイトニングについて話していくね。みんなもさ、憧れるよね、白い歯って。だって周りにいる、私は絶対に黄ばんだ歯を目指しますみたいな。目指すな、なんで目指すの、黄ばんだ歯を目指して白い歯ね。もう全人類共通目標ですよ、白い歯っていうのはね。はい、それでね、今日話していくのはこの2つ。みんなも疑問じゃない、ホワイトニングって一言で言ってもさ、こういう歯医者さんでのホワイトニングもあれば、エステサロンとかさ、ホワイトニングサロンみたいな、こういうセルフホワイトニングとかさ、あとは市販のあるじゃん、ネット広告とかでも出てるような歯が白くなりますよっていう歯磨き粉、いっぱいあるよね。これって一体何が違うんですかっていう話を今日していくね。はい、ね、この2つは全くの一緒です。もう歯医者がもうね、金儲けしたいだけなの。やばいね、もしそうだったら本当にやばいね。全然違うの、もうね、別物と言ってもいい感じ。もうね、どっちもね、ホワイトニング、ホワイトニングって書いてるからもう混乱しちゃうんだけど、もうね、違うものとして考えてほしい、うん、で、まずこっちから話していくと、歯医者さんのホワイトニングっていうのはね、基本的に薬剤にね、医薬品を使うから、歯科医師とか歯科衛生士しか使えないのよ。それぐらい強い薬剤なの。だってみんな怖くない、そんな強い薬剤をさ、こっちで全然免許とかなくて学んだこともない人が、今日入った新人です、ではやっていきますと、やるなってなるじゃん。いや、院長ね、こっちで使うその薬剤、すごい強い薬剤なんだけど、もうこれがね、不覚にもね、手についちゃったことあって、もう指溶けたもん、本当に真っ白になって、もうでずっと水道の上で痛い、なんだこの痛い、それぐらいなんかね、独特な痛みなのよ。そうで、もうね、真っ白になるの、もうほんとこんな色よ、こんな色、真っ白い。でもまあ1時間ぐらいすると だいぶこう元の色に戻ってくるんだけど、それぐらい強い薬剤をこっちも使っていきますと。一方でね、こっちはそんな薬剤使えないのよ、当然だけどね。だからこっちはね、何をやっているのかっていうと、歯の表面、これ歯ね、ちょっとちっちゃくなったけど、歯の表面かわいい、なんかかわいい、これちょっとかわいいから目も描こう、これね、もう唇はね、こんな感じで、かわいくない、もう
ちょっと似ちゃった。で、こっちはね、例えばコーヒー、紅茶とか、お茶と緑茶とかさ、赤ワインとか、何、カレーとか着色物が日々みんなも取るよね。で、この表面についた着色物を磨いて白くしますと、歯本来の白さに戻しますよっていう感じだからね。名前をつけるなら なんだろうね、もうね、ありのままって感じ。これ ありのままの歯、そう、本来の歯の白さにまでしかいかないから、ありのままの歯って感じ。要はもう本来の白さに行きますよっていうのがこの1番だね。で、一方でこの2番はね、超えちゃうのよ。限界超え。びっくりなのも2つぐらいでね、限界超えちゃうのよ。要は歯本来の白さよりもその薬剤を使うことですっごい白くなるの。そう、だからもともと歯が黄ばんでる人とかさ、私はすごく黄ばんでるんです何やってもって人が、いくらこれやってもさ、もともと黄ばんでんだからさ、いけないじゃん、ありのまま止まりじゃん。そう、だからそういう人はこういう歯医者さんのホワイトニングをやって、限界超えて歯本来よりも白くするっていうのが大事なのよ。だからね、どっちがいいとか悪いとかじゃないの、もう用途って感じかな。なんか歯医者さんとね、基本あんま歯医者さんと話さないんだけどさ、まあそういう先生とかと話してると、いやでも市販のこういうやつはもうホワイトニングなんかじゃねえと、全然ダメだねやっぱとかさ、ホームページでも歯医者のホームページでもこっちがすごく絶賛してんだけど、まあ用途に分けて使えばいいと思う、院長は。なんか例えば大事な結婚式とかさ、結婚式入学式とか卒業式とか、大事なデートの前とか、何か大事な日の前は白くしたかったら、完璧にキャーンってしたかったんだ、歯医者さんのホワイトニングをすればいいと思うし、そうじゃなくてなんかデイリーケアっていうかさ、日々まあ若干着色ちょっとついてんなみたいになったら、こっちに行けばいいんじゃない。じゃあ今日の授業をまとめるね。1番、まず、エステサロンのホワイトニングとか、セルフホワイトニング、ね、ホワイトニングサロンのホワイトニング、あと市販の歯が白く歯磨き粉とかっていうのは、どんなに頑張っても歯本来の白さまでしか行きません。ありのままの歯です。で、2番、歯医者さんのホワイトニングは治療費も高いし、歯医者なんて行きたくない場所にね、行かないといけないけれども、特殊な薬剤を使うから限界を超えて歯本来の白さよりも白くしちゃうぞっていう話でした。次回のね、ホワイトニング2では、ここの歯医者さんのホワイトニングについてもう少し詳しいお話をしていくね。はい、お疲れ様でした。はい、じゃあこの動画を見て歯を白くしたいなって思った方や、院長かっこロン毛のことをちょっとは気になった方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ最後にいつものあれやるね。